はい、どうも、岡安金券トラキシです。明日からね、クライマックスシリーズファイナルステージってことでね、東京ドームに乗り込むんですけど、阪神が。まず明日の予告先発はね、巨人が山口俊投手、タイガースが、望月敦史投手ね、望月投手ね、初回からどん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 ぶっ飛ばしていってもらってね、後ろはね、ほんまに素晴らしいリリーフ陣が待ってるんで、初回からどん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 ぶっ飛ばしていってもらいたいなと思います。まあキーマンをね、僕が選ぶとしたら、まあ巨人から行くわ。ホームやしな、巨人の。巨人から行くとしたらな、巨人のキーマンはな、まずピッチャーはな、ピッチャーから行くと、バッターから行こう。バッターから行くと、やっぱ、丸選手、山口選手、坂本選手かなって思いますね。僕はね、僕は。キーマンは坂本選手かなと思う。なんでかって言ったら、多分2番に、まあこれ予想ですけど、2番に坂本選手、で、3番に丸選手、4番に岡本選手とかやったら、やっぱここの坂本選手を出して、しまうと2人が一発あるんでね、てか坂本選手自体にもあるんやけど、やっぱランナーを出してしまうとね、この2人にもやっぱ一発もあるってことでね、まず坂本選手から切っていくっていう感じでね、考えた時にやっぱキーマンになるんかなと思うし、絶対塁に出さへんかったりとか、一発浴びひんかったりとか、最悪塁に出す分に関してはまあしゃあないなと思うところもあるけど、やっぱ不用意な1球でね、1本バッチリ決められるのだけはね、避けてもらいたいなと思います。で、投手のキーマンはな、誰やろ、中継ぎやったら中川選手とかかなと思うけど、まあ、先発やったらやっぱ山口投手かね、山口投手ですかね、初戦、明日ほんまに大事な戦いになってくるから、阪神にとって、初戦絶対ね、落とさへんように、初戦は絶対勝ち切ってほしいなと思うし、絶対勝ってほしい。先制点が大事になってくるんでね、阪神はね、絶対先制点取って、得意のリリーフ陣でね、逃げ切りを図ってほしいなと思います。頑張ってください。で、阪神のキーマンはやはりね、打のキーマンといえば、やっぱ近本選手かなと思うな。近本選手が塁に出ることによってね、相手ピッチャーも、揺さぶられますし、やっぱ気になるランナーなんでね、近本選手が塁に出れば、そういうところもね、含めてやっぱ近本選手がキーマンなのかなって思います。で、ピッチャーはね、悩みましたけど、岩崎投手かな。ガルシア投手が悩んだんですけどね、岩崎投手かなっていうところは、なんでかって言ったら、ちょっとね、ここのところ、ちょっと疲れてんのかな。ちょっと打たれ出してるところもあるんで。まあ、昨日はね、北条選手がちゃんと取ってあげれば、無失点で、ゲッツーだったと思うんですけど、まあ、ちょっと疲れ出してるとことかもあるんで、いや、そりゃ疲れてるよ、このシーズン終盤で CS っていうのもあって、毎日毎日、回また激させられてね、そ疲れてますよね、まあまあ、でもそれだけ、逆に言えば、そんだけ矢野監督から信頼されてるってことだと思うから、やっぱキーマンとなる岩崎投手かな、リリーフやったら。あとは先発で言ったらね、西投手かな。西投手がちょっと足どうなんかなってところもあるし、この前ね、ノーアウトで、ワンアウトも取れずに降板っていうの、西投手らしくないピッチングがあったんで、西投手が本来のピッチングをしていけば、まあ、阪神自然にね、勝ちにつながるんちゃうかなと思うし、あと巨人ね、菅野投手が復帰するって言われてますんでね、またね、東京ドームで10点取って、お祭り騒ぎでいきましょう。それではね、明日の三振の勝利を願って、今日の動画は以上で終わりだと思います。ありがとうございました。